メイドさん見っけた。あなた方は？エステル、いきなり失礼だよ。すみません、遊撃士協会の者です。依頼内容の確認のために市長さんを探しているんですが。ああ、なるほど。申し遅れました。私、メイドのリラと申します。市長の身の回りの世話を仰せつかっております。身の回りの世話、なんか住む世界が違うわね。それで当の市長さんはお祈りに来てるんじゃないの？サボりです。え？おそらくマーケットの視察をなさっている最中だと思います。私にご自分の分までお祈りするように申し付けてから先ほど出て行かれたばかりですので。なんていうか結構ユニークな人ですね。面白そうな人じゃない。市長が務まるかどうかは別にして。有能な方には違いありません。少々破天荒なところはございますが、そろそろ私、市長を迎えに行こうと思います。大変申し訳ないのですが、市長邸の方でお待ちいただけませんか？すぐに市長をお連れいたしますので。ここまで来て手ぶらなのもつまらないし、よかったらついて行ってもいい？市長を迎えにですか？私の方は構いませんが。では早速町の中央にあるボースマーケットに参りましょう。はあ、ずいぶん広いよね。市長さんはどこにいるのかな？何しろ目立つ方ですからすぐに見つかると思います。やっぱり思った通り。あなたたち、恥を知りなさい。この大変な時に食料を買い占めて根を吊り上げようとするとは、ボース商人の風上にも置けなくてよ。しかしお嬢さん、僕たちはボースマーケットの売り上げアップを考えてですね。お黙りなさい。他の品ならいざ知らず必需品で暴利を貪ったとあっては我がマーケットの悪評につながります。即刻元の値段に戻しなさい。はい、わかりました。私、あなたたちのボースマーケットにかける情熱を疑っているわけではありませんわ。ただ分かってほしいのです。商売というものが突き詰めれば人と人の信頼関係で成立していること。大丈夫、あなたたちだったら立派なボース商人になれますから。お嬢さん。はい、頑張ります。お嬢様、リラ、来ていたの？恥ずかしいところを見せてしまったわね。いえ、相変わらず見事なお手並みです。それよりお嬢様、こちらの方々が用が終わりだそうです。すぐにお屋敷にお戻りくださいませ。あら、その紋章はひょっとして依頼したブレイサーの方々かしら？うん、そうだけど。ひょっとしてあなたが？申し遅れました。私の名はメイベル。このマーケットのオーナーにしてボース地方の市長を務めています。た
高そうなお店、こんなところで打ち合わせするの？よく商談に使いますの。味の方もなかなかのものですわ。しかしボス市長が女性なのは聞いていたけど、ここまで若いとは思わなかったわね。見たところ私と 4,5 歳くらいしか違わなさそう。実際まだ若輩者に過ぎません。亡くなった父が前市長で、ボースマーケットの事業権とともに政治地盤を引き継いだだけですわ。なんというか、随分率直な自己評価ですね。所詮は商人の娘ですし、気取っても仕方ありませんから。それでは改めて依頼内容を確認してもよろしいでしょうか？うん、オッケーよ。お願いしたいのは言うまでもなく、定期船消失事件の調査と解決です。私、今回のような事件では軍よりもブレイサーの皆さんの方が結果を出してくれると思うのです。戦争をするわけではなく、謎を解き解決するわけですから。あら光栄ね。買いかぶってくれるじゃない。商人としての目利きですわ。実際問題、消えた定期船にはボースの有力商人が乗っています。それにこのまま王国軍によるボース上空の飛行制限が続いたら、こちらの商売が成り立ちません。せっかく女王生誕祭を前に景気もかなり好調でしたのに。なるほど、経済的な要請ということですね。ええ、とても軍だけに任せておくわけにはいきません。どうかお願いできないでしょうか？こちらにも理由があるし、引き受けたいところではあるけど。今回の事件に関しては、軍が私たちブレーサーを締め出そうとしているみたいなのよね。そのあたり、市長さんの立場からなんとか働きかけられないものかしら？モルガン将軍ですわね。あの方、昔からブレイサーがお嫌いでいらっしゃるから。あれ、市長さん、その将軍のことを知ってるの？亡くなった父の友人ですの。一応顔見知りではありますわ。ですから、なんとかできるかもしれません。というと？リラ。はい、お嬢さん。こんなものですわね。ではこれをお持ちください。何この手紙？モルガン将軍への依頼状です。ボース地方の責任者として、今回の事件についての情報を請求する旨をしたためました。ある程度なら軍が掴んだ情報を教えてくださると思いますわ。なるほど。でもブレイサー嫌いの将軍が私たちに会ってくれるかな？もちろん皆さんの身分は伏せた方が無難だと思いますわ。ただ市長からの使いだと名乗るだけでいいかと存じます。うん、ちょっと嫌かも。なんか騙しているみたいで。騙してるわけじゃないよ。本当のことを言わないだけさ。一刻を争う状況なんだから、ここは割り切るべきだと思う。確かにそうね。ところでモルガン将軍ってどこに行けば会えるのかな？ボースの北、帝国方面の国境にハーケン門という砦があります。そこに将軍はいらっしゃいますわ。それでは皆さん、どうかよろしくお願いします。うん、任せといて。何か分かったら知らせに行くから。朗報に期待していますわ。それではごきげんよう。
失礼いたします。さて早速行くとしますか。ハーケン門は東ボース街道から北のアイゼンロードに抜けた先よ。つまり東口から出て北へ向かえばいいんですね。それじゃレッツゴちょっと待て。この先ハーケン門方面は現在通行禁止となっている。関係者以外は通行。残念でした。関係者だもんね。これは市長の依頼で。ちんとうし、おいめいさ、それおい許可してやる。大変。はい、それの番だね。はっ、私の番かしら。はっ、あら、もう終わりなの。そこ、僕の番だね。終了。先に進もう。そこ、そこ。行くよ。任せて。
私の番かしら。はっだらしがないわね。僕の番だね。私の番かしら。はっ。うん。うん。うん。や。行くよ。任せなさい。はっ。私の番ね。はっ。僕の番だね。はっ。うん、もう大丈夫だ。私の番かしら。そこ。僕の番だね。はっ。私の番ね。アーツ、駆動。僕の番だね。任せなさい。そこ。任せて。はあ。行くよ。この調子で行くわよ。これが宝剣門。めちゃめちゃ大きいわね。帝国への唯一の玄関口にして、その脅威から王国を守る防壁。10年前の戦争で破壊されてから、さらに堅牢なものが築かれたのよ。ってことは、この向こう側はもうリベールじゃないんだ。そうだね。黄金の軍馬を紋章に掲げるエレボニア帝国の領土だよ。エレボニア帝国さてと、早速モルガン将軍と面会しようか。門の脇に兵舎がある。あそこにいるんじゃないかな。うん。その前に、二人とも胸につけている遊撃士の紋章を外しておきなさい。モルガン将軍に見つかると面倒だからね。あ、忘れてた。なんだかしっくりしない気分かも。確かに少し違和感があるね。
それだけあんたたちが遊撃士として馴染んだ証拠でしょうね。あんたたち、アイゼンロードの自分たちはボースのメーベル市長の使いで来ました。モルガン将軍へのと。なるほど、そういうことなら取り次げるけど、あいにく将軍閣下は不在でね、捜索活動の陣頭指揮を取ってるのさ。タイミングが悪かったわね。いつ頃戻ってくるのかしら。今日中に戻るとは思うけど、向こうにある旧閣旧何せ入国出国。なるほど、それじゃあ。驚いたな。本場のリベール料理を食べるのは初めてだが、なかなかの美味だ。ほう、嬉しいことを言ってくれ。町に行きゃうまいリベール料理を食わせてくれる店はいろい。旅行中楽しみにしてる。もちろんそのつもりだよ。バスへの酒場の料理でこれだ。今から期待できるというものさ。はっ、バスへの坂、ついでにワインでもどうだ。安物だけど結構いけるぜ。ふん、いただこうか。この人ひょっとして帝国から来た旅行者みたいだね。いやあ、ごきげんよう。リベール人のようだが、帝国には旅行に行くのかな。ううん、私たちは野暮用でここに来ただけなの。帝国に行くわけじゃないわよ。そういうあなたはエレボニアの人みたいですね。王国には旅行に来たんですか。仕事半分、道楽半分さ。しかし野暮用と来たか、君たちの正体が見えてきたよ。え、正体？ズバリ遊撃士だろう。どうして遊撃士の紋章は外してるのに。もしかしてあんたも同業者？確かに帝国にもギルドはあるが、あいにく僕は遊撃士ではない。ただギルドに何人か知人がいてね。彼らと似たような匂いがしたから、ひょっとしたらと思っただけさ。大した観察力ですね。とても素人とは思えない。本当にただの旅行者ですか。そんな風に睨まないでくれたまえ。冷たくきらめく琥珀の瞳、まるで極上のブランデーのようだ。思わず抱きしめてキスしたくなってしまうよ。まあ大胆。ちょっとあんたそういう趣味の人？美しいものに目がないだけさ。霊老たる美女、水も滴る美少年、天井の調べ、心洗われる風景、匠の傑作、魂震わせる物語、そして極上の酒と料理。そうしたものすべてが僕の興味の対象たりえるのさ。単なる節操なしじゃない。呆れ果てた快楽主義者ね。はあ、いつの時代でも天才は理解されないものだね。ガラスのように繊細な僕のピュアハートはブロークンだよ。黒髪の君、どうか僕を慰めてくれたまえ。
慎んでお断りします。妙に話が弾んでやがるな。おい、あんたたち。あら、さっきの兵士さん。つい今しがた将軍がお戻りになったぞ。あんたたちのことを話したらすぐに会ってくださるそうだ。え、本当？至急弊社まで来てくれ。思ったよりも早かったですね。ええ、ようやく情報が手に入るわね。それでは行ってみるとしようか。って何自然について来ようとしてんのよ。また絶妙なタイミングで会話に割り込んできたわね。バレたか。なんだか面白そうだから見物させてもらおうと思ってね。さ、僕のことは気にしないで将軍とやらと話してくれたまえ。気にするに決まっとるわ。ほら、さっさと戻りなさいってば。ケチ。とんでもない人だな。本当に何者なんだろう。ただ者じゃないのは確かね。なんというか、いろいろな意味で。あんな変人放置した方が世のため人のためだっての。とっとと将軍に会いに行こう。言い争ってるのが聞こえたが、他の旅行者と喧嘩したのかい？そんな大ごと。それよりも将軍さんに会わせ。ああ、はい。閣下の執務室は廊下の左奥だ。関係のない場所にはなるべく立ち入らないでくれよ。廊下の左奥、どうやらここが将軍の部屋みたいだね。一応ノックし。メーベル城の使いか。あ、うん、入って。では失礼し。よく来たな。わしの名はモルガンという。アリシア女王陛下から派遣門を任されておるものだ。はじめまして、メーベル市長の代理の者です。ご多忙なところを失礼します。何、メーベル城のことは彼女が幼い頃から知っておる。まして市長としての話ならばなおさら聞かぬわけにはいかんだ。それじゃあまずはこれを読んでください。やはり例の事件についてか。本来ならば部外秘なのだが、あの子の頼みとあっては仕方ない。分かっていることは全て教えよう。やった、ラッキー。どうしてお主が喜ぶのだ。まず。市長も今回の事件については随分心配されているようで、それで僕たちもできるだけ力になりたくて。そうか。メーベル城も良き協力者に恵まれて何よりだ。早速捜索状況について説明しよう。慎んで拝聴。定期船リンデ号はボース国際空港を離陸してからロレントに向かう途中で失踪した。現在各方面の部隊が捜索中だが、未だに発見されてはおらん。ということは魔獣の被害や事故の可能性は少なそうですね。割と大きな船ですから、墜落したら初期の捜索活動で発見されているはずですし。その通りだ。実際ボースロレント間の空路は比較的見晴らしのいい平原の上にある。バレリア湖はもちろん、
海に落ちた可能性も少ないはずだ。はあ、よかった、最悪の事態になってなくて。そうなると人為的な理由で飛行船が奪われた可能性が高そうね。考えられる目的は積み荷の強奪と乗員乗客を人質にした身代金要求、いわゆるハイジャックですね。あと地理的条件を考えると帝国軍による秘密工作の可能性も。花、どうしたの将軍さん。いや、民間人にしてはなかなか見どころがあると思ってな。我々も帝国軍が関与している可能性もあると判断したため徹底した情報規制を行っていた。国際問題、いや下手をすれば戦争にまで発展しかねんからな。戦争だが不幸中の幸いというべきか、今朝になってその可能性は消えた。ある組織が王家と飛行船公社に犯行声明を送りつけた上で乗客の身代金を要求してきたのだ。その組織の名はカプア一家。カプア一家？それってまさか。間違いなさそうだね。狩猟の三兄弟に率いられたボース地方で暗躍する空賊団だ。どうやら名前くらいは聞いたことがあるようだな。聞いたことがあるどころか、ロレントでやり合ったばかりよ。あいつら、まさかここまで大きな事件を起こすなんて。エステル。あ、ロレントでやり合った？奴らの一味がロレント地方に出没したという話は聞いたが。ん？あっちゃ、はあ、おばっか。なるほどな。素人とは思えぬ口を聞くからおかしいとは思っていたが、まさかこんな女子供が遊撃士だとは思わなかったぞ。な、何を女子供って。一応メーベル市長から依頼されたのは本当ですけど。黙れ、姑息な真似をしよって。者ども、出会え。すごい大声。これは筋金入りみたいね。閣下、どうしました。この連中が何か。遊撃諸君がお帰りだ。即刻外につまみ出せ。ちょっと何よ、犬を追っ払うみたいにして。同じようなものだ。わざわざ身分を隠して情報を盗み出そうとするとは、そういう姑息な真似をするから遊撃士など信用できんのだ。盗むって何よ。そもそもそっちがギルドに情報をくれないのが悪いくせに。たわけ、これだけの事件をたかが民間団体に任せられるか。まったく、メーベル城にも困ったものだ。このような女子供を雇って捜索活動の邪魔をさせるとは。いい加減にしなさいよ。どうして私たちがわざわざロレント・クンダリから出張ってきたと思ってるわけ。あんたたち軍人が肝心な時に役に立たないからでしょうが。何？うわ、シェラさん、マジギレだね。ここ数ヶ月ボース地方で空賊の仕業とおぼしき強盗事件が相次いでいたのはご存知よね。それをろくに捜査もしないでギルド任せにしていたのはどちら。今回みたいな事件が起こった途端偉そうな態度で仕切ったりして、しかも未だに人質はおろか船の行方すら掴んでいない始末、恥ずかしいと思わないのかしら。
黙るがいい小娘。組織の規律に支えられた軍隊は気軽に動かせるものではないのだ。後先考えず動いた挙句、連中の一味を取り逃がしたくせに小生意気な口を叩くでない。言ってくれるじゃない。悲しいことだね。争いは何も生み出さない。ただ不毛な荒野を広げるのみさ。そんな君たちに歌を贈ろう。心の荒野を潤して美しい花を咲かせられるような、そんな優しくも切ない歌を。流れゆく星の奇跡は道しるべ君へ続く。焦がれれば思い胸を裂き、苦しさを月が笑う。叶うことなどない、儚い望みならせめて一つ傷を残そう。みんな分かってくれたようだね。何よりも大切なもの、それは愛と平和だということを。今風に言えば、ラブ&ピース。そろそろ各地の捜索部隊から報告が入ってくる頃合いだ。あ、はい。では、わしは任務に戻る。そやつ。それから、アイゼンロードの検問は解除しろ。いつまでもそこの連中に疲れたら目障りでかなわん。了解しました。あ、逃げた。気持ちはわかるけどね。どこの国でも軍人が無粋なのは同じだな。やはり君たちの方が僕の審美眼にかなっているよ。さてと、私たちも帰ろっか。そうだね。トラブルはあったけど、一応情報は入手できたし。一旦ボースに戻ってから今後の対策を。おや、ちょっと君たちどこに行こうというのかね。待ちたまえ。いや、どうか待ってください。改めて自己紹介をしよう。オリビエ・レンハイム、漂白の詩人にして演奏家でね。知っての通りエレボニア人で、リベールには巡業旅行に来たのさ。私はエステルで、なんで自己紹介なんかしなくちゃいけないのよ。まあ、やり方はともかく、あの場を仲裁してくれたんだし。あ、僕はヨシュアと言います。私はシェラザードよ。さっきは私も頭に来て熱くなりすぎてたから助かったわ。一応礼を言っておくわね。礼には及ばないよ。美と平和を愛する者として当然のことをしただけさ。しかし、ぜひにというのであれば、僕と一日デートに付き合って。そういうのはお断り。第一、そんな暇はないしね。それは残念だ。では代わりにヨシュア君に付き合ってもらうとしようか。なんでそうなるんですか。タチの悪い冗談はやめてください。心外だな。冗談のつもりじゃないんだが。余計にタチが悪いですね。
ちょっと待ちなさいよ。なんで私は誘わないの？君？素材は申し分ないが、色気に欠けているのが問題だな。少しはこの二人を見習うといい。ぬっかー！色気がなくて悪かったわね。しかも男の子のヨシアを見習いってどういうことよ。落ち着いて。エステルは十分可愛いと思うよ。まあ確かに色気は少ないかもしれないけど。あ、なんですって。やれやれ。まあさっきも言った通り、私たちは忙しい身なのよ。ろくにお礼もできなくて悪いけど、そろそろ失礼させてもらうわ。だったら僕もボースという町まで同行させてもらえないだろうか。何しろリベールは初めてでね、道案内を頼みたいのだよ。まあそのくらいだったら別に構わないけど。ちょっと知らねえ。そのくらいいいじゃない。どうせ目的地は一緒なんだし。それに道案内というのも遊撃士の仕事の一つよ。しょうがないな。でもでも、こいつのどこかにヨシュアが狙われたりしたら。あのエステル、ヨシュア心配しないで。間違いが起こらないよう私が守ってあげるからね。何の心配をしてるのさ。人をケダモノみたいに言わないでくれたまえ。どちらかというと愛の狩人と呼んでほしいね。恋泥棒も悪くないが。脳みそ産んでる。さてと、それでは早速ボースに出発するとしようか。君たちよろしく案内を頼むよ。さりげなく仕切ってるし。っていうかあんた、少しは人の話を聞きなさいよ。僕の番だね。はっ、私の番ね。はあ、僕の番だね。そこ任せなさい。はっ、僕の番だね。僕の番だね。そこ任せなさい。そこ私の番ね。はあ、いくよ。もう大丈夫だ。行くよ。ついあたしの番かしら。
アーツ、駆動。行くとしようか。逃がさん。僕の番だね。任せなさい。僕の番だね。私の番ね。僕の番だね。行くとしようか。逃がさん。しようか。そこ。行くとしようか。そこ。任せなさい。この調子で行くわよ。ボースか。思ったよりも都会じゃないか。あそこにある大きな建物がボースマーケットというわけだね。詳しいわね。リベールは初めてなんじゃないの？旅に出る前に観光ガイドブックを買ったのさ。リベール通信社とかいうこちらの出版社が出しているやつ。ガイドブック？そんなものまで売ってるの？なんていうか便利な時代になったもんだね。それで早速マーケットで買い物するつもり？ああ、一通り冷やかしてからディナーとしゃれ込もうと思ってね。ガイドによるとこの町には三つ星のレストランがあるそうだが。ああ、私たちが市長と打ち合わせしたところね。っていうかこの建物がそうだけど、アンテローゼですね。本格リベール料理を出すっていう。うん、ここで間違いなさそうだ。今から楽しみだよ。でもまともに食事をしたらかなりのミラを取られるはずよ。普通の酒場をおすすめするけどね。心配ご無用。ロギンはそれなりに持ってきたさ。それに余裕がなくなったら僕の特技で稼げばいいからね。特技ってあの歌と演奏のことですか？あれでミラを稼ぐつもり？テートの大劇場ではオペラの主演を務めたこともある。あの時は確か一晩だけで100万ミラを稼いだものだった。嘘くさ。
では諸君、ご苦労だったね。運命が再び僕たちを巡り合わせるまでしばしの別れだ。アディオスアミーゴー。はあ、とんでもないやつだったわね。エレボニアの人間ってみんなあんな変人なのかな。あれを一般的な帝国人と思われても困るけど。え？いや、もうちょっと真面目な人間が多いと思うよ。質実剛健を尊ぶ気風って何かの本で読んだことがあるし。それじゃあ単に芸術家だから変わり者っていうだけなのかな。こらこら、世の芸術家が聞いたら怒るわよ。さてと、将軍から聞き出した情報をルグランジーさんに報告しなくちゃね。あとメーベル市長にも知らせた方が良さそうですね。ギルドと市長邸か。それじゃあ。何かおさ、うちのクス。私たちひょっとして、おお、お待ちしておる。早速ですけど、ベアズクローの生育地を探し。ベアズクローはこの辺りではなかなか。これまではつい先頃、この先取り扱う気、それで自前。ベアズクローね。じゃミストバルトに生えてたわよね。ベアズクローは湿気を好むと言います。ボース、はあ、そういうちょま、うん、それはいはい。おではみな、どうか起き。
なあお嬢ちゃん、頼むからそこ通してくれよ。市長から一言コメントをもらうだけでいいんだからさ。そうそう、ついでに写真も撮っちゃいますけど。そうおっしゃられましても、市長は多忙を極めておりまして、アポイントメントのない方はお引き取り願っているところです。どうかご了承ください。そこをなんとか。これほどの大事件なのに分かってることがろくにねえ。読者に何か伝えてやりたいんだ。ですが、そうそうそうですよ、噂の美人市長が表紙を飾れば部数倍増も間違いなしですし。こら、ドロシー、何失礼なこと言ってやがる。え、ナイアル先輩が言ったんじゃないですか。ネタがないんだったら美人市長を客寄せのアイドルに仕立てて紙面を稼いじまえって。バカ。あのメイドさん、ずいぶん面白いお客様ですね。お二人の話はできるだけ詳細にメイベル市長に伝えておきますので、今日のところはお帰りください。待ってくれ、これはちょっとした誤解なで。お帰りください。はい。あれ、美人市長の写真撮らなくてもいいんですか。頼む頼むから、これ以上喋らないでくれ。先輩、待ってくださいよ。あら、こんにちは、リラさん。まあ、ブレイサーの皆さん、ハーケン門からお戻りになったのです。うん、まあね。ところで、今の人たちって不届き者です。え？お嬢様を利用しようとする不貞の輩だと申し上げたのです。私の目の黒いうちは指一本たりとも触れさせません。あそう。仕事熱心なんですね。それが私の務めですから。さ、皆さんはどうぞ中へ、市長がお待ちになっています。
私の番かしら。お仕置きしてあげるわ。せい。任せて。僕の番だね。私の番かしら。はっ。私の番ね。はあ。行くよ。調子でいくわよ。
の番だね。遅い。任せて。はあ。任せなさい。そこ。僕の番だね。捕らえた。私の番かしら。そこ。あら、もう終わりなの？僕の番だね。任せて。任せなさい。はっ。あら、もう終わりなの？行くよ。あたしの番かしら。お仕置きしてあげるわ。そこ。アーツ駆動。はっ。行くよ。任せなさい。お仕置きしてあげるわ。そこ。任せて。はっ。行くよ。つい。任せなさい。そこ。あら、もう終わりなの？行くよ。行くわよ。連覇。僕の番だね。捕らえた。任せなさい。お仕置きしてあげるわ。せん。
行くよ。捕らえた。私の番かしら。お仕置きしてあげるわ。そこ。任せて。アーツ駆動。行くよ。私の番かしら。アーツ駆動。僕の番だね。アーツ駆動。スイッ。僕の番だね。遅い。うん、もう大丈夫だ。マーケットのおじいさんに。じゃあエステル、ちょっと聞くけど。ここがなんて場所なのか知ってるの？もうシェラネータらバカにしないでよね。霜降り峡谷でしょ。やたらと美味しそうな名前ね。エステル、霧降り峡谷だよ。あ、聞いといてよかったわ。しょうがないでしょ、育ち盛りなんだから。どういう言い訳なんだか。ほらほら、お仕事中なのよ。おしっつ、早く出発しないと。まったく。
僕の番だね。はっ、私の番かしら。お仕置きしてあげるわ。せっ、僕の番だね。行くよ。戦闘終了。先に進もう。調査に何？うん、やっぱ切り数はそれほど薬に使う。さ、き、み、こ、うん、それじゃ、頑張っ。では
僕の番だね。任せて。任せなさい。僕の番だね。任せなさい。そこ。私の番ね。この調子でいくわよ。僕の番だね。任せて。はあ。私の番かしら。そこ。だらしがないわね。私の番かしら。そこ。行くよ。アーツ駆動。はっ。うん、もうだ。僕の番だね。撤退を開始する。囲まれたか。これが私の実力。さてと。行くよ。お仕置きが必要みたいね。覚悟なさい。行くよ。行くよ。断固。私の番ね。行くわよ。僕の番だね。
行くよ。はっ、私の番ね。はあ、私の番かしら。そこ行くよ。私の番かしら。はっ、任せて。もう大丈夫だ。僕の番だね。撤退を開始する。回り込まれた。私の番かしら。お仕置きしてあげるわ。そこ私の番ね。行くよ。任せて。任せて。みんな大丈夫？任せなさい。そこ。行くよ。戦闘終了。先に進もう。Thank you.
この調子で次の依頼も頑張ろう。これで依頼達成ね。これで依頼達成だね。うん、お疲れ様。何か依頼を。よし。オッケー。